ユージルと、はい、ウーロンちゃん、ありがとうございます。はい。まあ、お取り大丈夫だから。もう本当に美味しいよって言って教えていただいて、もう行かなきゃと思って、地元の人がなんか愛してる店の方が、なんか観光スポットに乗ってるとこ誰でも行けるじゃないですか。実はね、だからこういうのよく言われるんですよ。はいはい。あ、そうなんですか。特別に。でもこれが、はい。まあまあ。はい。開く時間が11時半から朝の3時までなんで。伺いました。で、日曜日休みで。はい。でかいところだけ広がっても、はい。いつ来ても空いてない。なんかね、幻の街しかないから。いつ来るのみたいな。いつから11話になったわけ？気づかなかったよ。あ、そうだ。だからね、あまり宣伝って感じでもないですもんね。もう地元の人に愛されて、女性中央テレビの女性アナウンサー、はい、あのでも松山にも妹がやってるんですけど、はい、ラジオの店、はい、何回かあの、雑誌みたいなのが載ってるんですよ。へぇ、すごいですね。はいはい、はい、10分送ってほしい。松山の松、松山の松が妹、うん、あのなんかこういうあのおそば百選とかいろいろあるじゃん。あんな風に見た時あるの。おぉ。今どうしたの？新松の松のパクリ屋さんもいる。相性あったんだ。あっちはもう競争が激しいから。おぉ。松山は飲み屋街ですよね。その沖縄一番の。キャバクラとかがあるところですか？ああ。まあ、あっちの方だと、やっぱり飲んだ後とか、こう、締めに。もう、ステーキ屋さんとか、はい。お蕎麦屋さん、はい。こういう、食堂とかいっぱいあるの。ああ。でもあれなんですよ、その、僕、関東の人間じゃないですか。その、飲んだ後にステーキで締めるっていう文化がないんで、みんなさ、ステーキで締めるんですよね。まあ、みんなではないですけど。はい。まあ、定番っていうか。松山行ったら、とりあえず、はい。ステーキを食べて帰るみたいな。そうそうそう。大体ラーメンなんですよ、向こうは。こってりした脂っこいラーメン食べて、帰る。こってり系の、はい。へぇー、そうなんですね。だから、すごい、全然。だからね、麺で締める人もいれば、はい。沖縄そばで締める人もいれば。あー、いろいろなんですね。まあ、そうだね。ラーメン食う人もいるし。はい。まあ、ステーキ食う人もいるし。ステーキは、なんか、聞いたことなかったんで、びっくりしたんですよ。よそこまで空いてるステーキ屋さんとかに行ったりとかね。あ、焼肉屋さんとか。あ、焼肉、あ、でも焼肉飲んだ後っていうよりも、飲む前に焼肉行って飲み行くって感じです。飲み行って、ラーメン食った場合は。そうです。が定番ですね。朝まで。でも、夏は大体ラーメンだよ。ラーメンです。もう、もう 99% ラーメンですね。こってりした。おー、これが牛汁。ありがとうございます。おー、すごい。あ、ご飯もついてるんですか？もつ汁？あの牛の内臓系。はい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 。へえ。どうぞします。これがですね、あの噂の、あの先ほど教えていただいたここでしか食べられない牛汁。なんかもつとか牛の内臓系のお話です。みんな見えてる？映像来てるかな？多分ね、こっちの電波問題ないけど下り回線が遅いから食べてみましょう。じゃあいただきます。声は入ってますけど、映像は来てないです。今映っちゃいます。あの、覗くと。声だけは入ってますね。はい。こんな感じです。こんな感じ。はい、さい。はしゃぎるね。田舎も生まれたしたな。いえいえ。今、お姉さんが覗き込んだ時に映らないようにこうやってカメラで映ってます。でも全然大丈夫ですよ。あの、声とかは。美味しそう。いただきまーす。美味しそう。美味しそう。あ、うまい。これ、大好き、俺。めちゃめちゃうまい。これはすごい。
ないかもしれない。締めのご飯もいいね。うまい。うまいよ。内臓の肉がホルモンだね、ホルモン。あ、うまいうまいうまい。お疲れ様です。もうそんな観光地しなくていいか。沖縄満載よ。沖縄満載。これ島人参かな。人参食べてみますね。うん。おいしい。煮込んであってうまいよ。ホックホクで。うん。北朝鮮にもっと強い行動に出て、これね、部位がいろいろあるのよ。こう牛の内臓、こう牛の内臓がいっぱい、こういう。もう多分そうだね。美味しい。食感がたまらない。こう肉、肉もいっぱい入ってる。うん。沖縄いつまでいるかわかんないもう気分で帰ろうと思って、大阪寄るかもしれないし、うん、沖縄最高だね。これなんだ、レバーかな。うまっ、ブリブリ、うまいよ、うん、この辺でよく飲むんですか。自分ですか。はい。まあ自分もお家がこっちだから。もう地元なんですね。もう飲むときこっちしない。もう今なんか配信してるんですか。今もやってます。今もやってます。すげえ。はい。はい。見ますか、なんか YouTube とかあるんですか。あ、あります。スマートフォンありますか。あります。スマートフォンです。うん、一応。恥ずかしながら。あの、はい。平和の和に。うん。道、あ、数と書いて、数の道路の道、道で、うん、和道っていう名前で、はい。で、これふわっちっていうサイトなんですよ。ふわっち、ふわっち、はい。ひらがなでふわっち、なんか和道ふわっちで検索するとこれがもう今リアルタイムで見れます。無料で見れるので、だから YouTube で和道って検索してもいっぱい出てきます。今生配信してるのが何だ、何っちでしょ。ふわっち、ふわっち、はい、ひらがなでふわっちです。和道ふわっちで、うんうん、ツイッターが出てきた。平和の輪に道でスペース開けて、ふわっちで出てきます。はい、もうまあまあまんざらでもないね。アイテムありがとう。すげえな。で、日本全国旅してるんですよ、このリュック作成を。ってこれで、はい、うん、で、半分僕沖縄の地なんですよ。あ、そうですか。あの、母方がもうあの沖縄の人で、へえ。で、こっちでも旅行でしか来たことなくて1回か2回、うん、でも1回はその幼稚園。ちなみに、はい、生まれは生まれ与那国ですね。与那国、はい、与那国で、あの母ちゃんは本島、こっちですね。あ、そうですか。はい、多分那覇だと思うんですけど。あ、でも母ちゃんがもう10歳ぐらいの時にはもう東京に行って、で僕が生まれてるんで、僕はその沖縄全然知らないんですよ。だから旅で来てみたいと思って、いろいろこうぐるっと回って、いやもう最高っすね。たまんないっすね、もう。天国、楽園ですね。空見てるだけで絵みたいだもんね。もう絵みたいだもんね。いやもう本当に見てる人、もうみんな行きたい行きたいって言って。あっちの空がわからんかな。いやもうひどいですよ。あ、そうすか。もう。だから東京行った時、はい、あるけど、うんうん、空見ないですから、うんうん。買い物とか便利ですよね、向こう。まあまあ、うん、何でもあるんです。金かかるっすね、遊ぶってなったら、うん、マジで。行ったね。みんなおはよう。うん。出てきます。うわ、出た。これ多分、今、うわ、すげえ。お、出た出た。
ちょっとラグがあるんですね。タイムラグがありますね。あ、何秒間か。なるほど、なるほど。あ、自分の声映ってるね。これもしよかったらフォローしてください。あの、このまま。こうすると、うんうん。こうすると、ここを名前、こうやって、プロフィールが出てくるんですよ。これフォローすると見れるようになるんで。おぉ、ログインする。ログイン。あ、アカウント作らないんだ。ツイッターもしやったら、やってないじゃん。あ、やってない。オッケーです、オッケーです。これで、ワード大手検索するといつでも見れます。デジネーターだね。はい。売れ売れ売れ。こうやって。はい、今止めてないです。あ、めちゃほんの流しなんで、こうやって見れるんですよ。で、これでみんな旅行気分を味わってるんです。日本全国の人が。コメントがね。はい。止めてない。うん。コメントいっぱいついてるね。うまいよ。おやすみ、みのさん。はい、ブロックでーす。ありがとうございます。はい、サイン。はい。ツイッター持ってなくても、さっきのあの、ふわっちやログインっていうのをやると、無料で作れます。あ、やりますよ。もしよかったら。あ、すいません。音だけ切ってもらってもいいですか？あの、回っちゃうんですよ。カラオケと一緒で。キー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 、ハウリング起こしたんで、うん、音だけ切ってもらってもいいですか？音切る？あの、小さくしていただけると、このピーピーピーって回っちゃうんですよ。あ、ハウリングですか？そうなんですよ、ハウリング起こしたんで。すいません。あ、やりますよ。うん、はい。うん、これも続かないな。映ってください、ぜひ。うん、どうぞどうぞ。まだ映らんな。みんなに見せたいの。はい。どこだろう。ですよね、わかりづらいですよね。あ、映るやつさん。映りました？すごいね。お前映ってるよ、俺。全国の皆さん。パスワードをちょっとお願いします。すごいな。こういう。シビラーさん。はい。どれだろう、パスワード。どれかな、これは。うん、ナンバー、これかな、これ。見てみますね。うん、すげえ。あれ、入れないな。うん、日本テレビの取材に対して違うな、これだ。帽子の人知ってる？え、マスケ？え？誰が？あの、沖縄の人も見てるんですよ。やっぱり沖縄で放送っていうタイトルなんで、沖縄の人も10人ぐらいリアルタイムで見てて、あそこの店行け、ここのお店行けって、で、案内してくれるんですよ。げっ、え、知り合いなの？店員さん扱いされた。うん、帽子の人知ってる？誰が？誰が？カズー？わかった。カズ、誰って聞くと多分答えてくれますよ。レジェンダー。より毒性の強いヒアリが100匹程度かかっていたことが確認されました。中には一つの体が大きいヒアリがいて、専門家が知る。でも、あの、嘘をつく人もいるんで、そうやってあの、知ってるよって、見てるからとか、はい、何か女王アリが産卵し、陸地で繁殖している恐れもあると見ています。ヒアリが確認されたのは国内の。あ、落ちた。すげえ。あ、大丈夫ですよ。え、早稲の同級生。あ、さ、早稲の同級生やさ。え、早稲の同級生だよ。え、さ、本当に知り合いですか？うん。早稲、早稲って言うともう共通の同級生やさ。あ、すごい。ハロー、タヤガや。早稲の同級生やろ。すごいな。タヤガ。本当に知り合いが見てんの？へぇー。すごっ。運命だね。すごいね。あれ見れないな。なんでだろう。こっちだとちょっと見れないかもしれないですね。大丈夫？すいません。おぉ、すげえ。カーズーだよーって言ってます。カーズーって。
アキサブのユージー出てきよったよ。そう。うん、こっち足見えた。すごくない？同級生の人が、ねえ、ミラクルだよね。奇跡だよね。やつさ、俺知らないで入ってきて、今100人しか見てないですよ。その100人のうち、うちなんしかない。ね、すごい。ですよね。すごいなぁ。すごい、世間、世界は狭いね、ほんとにね。デジコイ。カズさん、もしよかったらお伝えしてくださいよ。和製のいいとこ。和製のいいとこだから。うん。美味しい。うん。すごいね。奇跡が起きた。気持ち悪い。怖くなってきたもん。ねえ、この時間帯にね、夜中に。うん、すごいね。怖かったもん。美味しい。怖い。これ味噌ベースなんですか？味噌ですか？うん、美味しい。この中、趣味の青年会長の一国会。みんなも見てるのが。アイテムありがとう。怖い、うん。締めのヤギ汁が定番なんだって、この、聞くの。飲み屋が60軒ぐらいあるんですか？ここ。あ、え、今なんて言いました僕。牛汁。ヤギ汁って言ったんだ。ごめんなさい。牛汁ね。ごめんなさい。あの、60軒ぐらいあるんですか？スナック。5、60軒。もっとありますか？うん、飲み屋街なんだけど、牛汁で締めるのが定番で美味しい。時刻は4時44分になりました。すごいな。うん。うま。何回かあったことある。うん。じゃあ、カズ。ゴールデンキャッスルンジ。え、カズさんはこのお店来たことあるの？じゃあ。いや、誰かも分からん。青年会長の和製、やさん、うん。あ、もう開けてんの朝なの、東京は。うん。面白い。おいしい。うまいよ。怖い、声が入ってる。あんま下から残ってる。怖い。それから今雨の日の気温上昇、夜は雨が降るところがありますので、土砂災害には厳重警戒。ご飯が進む。おいしい。スナックのお母さんが言った通りだったね。おいしいよ。ガイドブックとかに載ってないからね。チャンスだ。もういけよ。もう4時から明るい。もうなんか沖縄の時間に慣れちゃって。ねえ、夕方6時くらいにはさ、あの東京暗くなるじゃん。真っ暗じゃん。夕方6時。こっちはさ、夜2時間くらい遅れてんだよ。だから、なんかすごいよ。朝もゆっくり、夜もゆっくりで。おはよう。ああ、どうもありがとうございます。ありがとう。ドレさんにもお土産買ったから。うん。よろしく言っといて。うん。すげえ。なんか地元、ガイドブックに載らない地元の人しか知らない面白いところってあります？なんか、地元の人だけが知ってる場所みたいな。こうやって聞いて、いろんな情報を仕入れて、次の日行ったりしてるんですよ。
どこで聞きましたって言って。飲み明けかもからね、こっちから。飲み明け？飲み明け？飲み明けってなんですか？あ、飲み明け。もう何でも、例えば一番最初に現地の人に聞いたのが、普通首里城とか有名じゃないですか。そうじゃなくて、あの、なんか、石の崖になってる、なんて言うんだろう。あ、なんだっけ、なんとか城の跡、昔の豪族の、なんだっけ、とか連れて行っていただいたりとか。なんとか城主とか。あ、そうです、そうです。なんか丘になってて、とか、そこは、あの、あんまり来ないよ人がって言って、なんかそういう場所とかもあるし、まあ、飲み屋さんとかもいろいろなんか面白い場所。ガガンジ、ガガンジ言ってもらわないわからんさ。あとあの、どこで買ったらいいんだ、神様が住む離島があるって聞いて、久高島、久高島、どうですか、久高島は。あ、ぜひもう行ってみたら美味しい。お、なんもないですよ。南部なんですけど、はい、はい、知念の漁港から船が出てるんですよ、はい、それは観光スポットではないんですよね。もういや、ある意味観光になって多いでしょ、あの多いですか、漁港客、あ、うん、多いでしょ。でも神様が住む島なんですよね。そうそうそう、琉球発祥の島って言われてます。なんか神様が最初にそこに来てみたいな。行ってみる。行った方がいいんじゃないですか。行った方がいいですか。こういうの大丈夫ですかね。現地の人怒らないですかね。いや、全然全然大丈夫ですか、ね、今はまた行事事もないから全然大丈夫。島自体を回るのは全然 OK だけど、はい、うん、で、男の人が入れないとか。あるんですか。島の北側に、はいはい、そういう、まあね、行事事を行うところがあって、はいはい、そういうところはやっぱり、まあ、おすすめしないですよね。へえ、その自分でも入らんから、そういうところは。ああ、うん、じゃあもうそこは絶対やめた方がいい。あんまりおすすめしないから、うんうん、そう、女の人しか入れないですか、その北の方は。ユタとか、まあ、わかります、あの霊媒師とか、そういう方、人が修行する場だったりとか。ああ、じゃあダメですね。そういう拝みをするところだったりっていうのがあるから。なるほど、あんまりも行かない方がいいです。なるほど、なるほど。じゃあちょっと南の方回ってみようか。久高島のユタの修行の場所なんだって。ユタって分かんないかもしれないけど、こっちで言う、イタコとか、霊能力者とか、そういう感じ。占いとも違うんだよな、ちょっと。行ってみようか。そうだね、旅番組みたいになってきたね。美味しい。朝から夕方まで船出てるんで、うん、はい、よければ、うん、1日何本ぐらい出てるんですか。9時、10時、11時、1時、2時、3時、5時か今、うん、並びですね、うん、向こうに泊まることはできないですか。民宿あるんで、まあ、あります、まあ、アポ取れればよ、もしかしたら、うん、まあ、民宿とかもあるんで、はい、うん、ありがとうございます。旅番組配信で閲覧いきそう。うん、そうそうそう、あの牛汁って言って牛の内臓とあと味噌ベースなのね。で、人参とかネギとかが美味しいんすごく。で、ご飯がセットになって、で、締めで食べるみたいよ。だから、なんていうんですか、ネットの情報、みんな本当の地元の人じゃないから、インターネットで検索した知識で、だから地元の人に聞くと、いや、そんなことないよとか、うん、そこが面白いんですよね。うん、うまそうでしょ、うん、うわ、本当にうまい、うん、何に似てるか何に似てるっていうのでもないですよね。あの、ホルモンだよ。ホルモンをじっくりアクを取ってるの、多分。あのね、実はほら、ばあちゃんが料理人だったから食い慣れてるからあれだけど、あの内臓系とかって臭み出やすいじゃん。多分ね、アクをしっかり取ってる。だから臭みとか一切ない。で、食感とかも柔らかい内臓もあれば、コリコリしたさ、ホルモンの内臓も、あの、ちゃんとあって、で、出汁がすごい油の、牛の美味しい出汁が効いてて、それを味噌で、多分。うん。
まあそうだよね、あの観光だとソーキそばとかね、ステーキとかしかみんな食べないもんね。そうで、焼き汁は有名なんだけど、ここの牛汁は このエリアで、このお店が代々というか、お母さんがやってたんでしたっけ、わかんないですけど、2代目ですか、もう2代で、もう地元の人に愛されてるって伺って、こうドア開けて、あの放送やってるんですけどって、いつも通りさあ、OK いただいて、うん、うん、カツさん、こちらこそ面白かったらフォローしてください。というかね、俺も連れ回されてるから今自分がどこにいるのか分かってない。この辺タクシー通ってますか、大丈夫ですか。よかった、国際通りに戻らないと。ああ、キングハナハナさん、どうもです。ありがとうございました。キングハナさんは、チャンスが。よう、テルのホテルに泊まらせてもらってるよ。ん？内臓のお肉。ホルモン。うまっ。うん。朝5時だね。タクシーの値段は安いかな、体感で言うと。なんか200円安いって聞いたよ。うん、でも沖縄は車がないと移動ができない、うん、すごい車文化。モノレールができたんだけど、那覇市内しか走ってないの。朝飯かな、うん、美味しいよ。レンタカーも安かったね。東京初乗り、それ変わった、400いくらに変わったよ、うん、最近法律が変わったの。うまい、母さん、僕もタバコ吸っていいですか、灰皿いただいても。ありがとうございます。うん、おいしい。安いよ。そう、2キロ以内だけ安いの。1メーターが2キロに変わった。だから長距離で考えると高くなった。客寄せパンナさんいらっしゃい、コメントありがとう。もしよかったらフォローしてて。あ、これそうだけど、うん、でも違うか、個人が失礼な。最近よく来るね、あのパンチパンの。どうでしょう、完食です。そうそう、ね、じゃあ一服したら国際通り戻りましょう。ゴールデンキャッスルさん、俺方言わかんない、方言わからん。そんな硬いとか分からんけど、違う。締めになるよ、すごく美味しい。あのね、なんかほら、しじみの味噌汁とかさ、飲むじゃん、あの
いいよ。胃に優しい感じ。消化もいいし。あれ？うん。あれ？これ忘れてきたかな。ライター借りてもいいですか？すいません。ホルモンの、そう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 。ホルモンのスープ。味噌スープ。ありがとうございます。ホルモンのスープよ。うん。ブレスレットいかついでしょ。国際通りで買ったブレスレットのネックレス。ミルキーミルキーではない味噌。あの、あ、どうもありがとうございました。ありがとうございます。ネットで調べた。へえ、ホルモンだね。ミルキーっていうか、なんだろう、美味しいよ。すごく柔らかいと、コリコリしてるのと。そうそう、沖縄で買ったっていうか、ステロコロが終わった後とに、ほら、稼ぎ良くなったでしょ。で、何か記念に欲しいなと思って、ちょっと気合い入れた。うん、記念にね、捨て頃と、あと、目標達成ができたっていう。あと、デイリー1位取れたりとか、沖縄も来れるようになったし、自分の、なんだろう、うん。インディアンアクセじゃないね、これは。多分。その、鷹の、こう、羽ばたくんで、ね、こう、パタパタ。で、インディアンじゃなくて、これは既製品だっつってたよ。なんか、ベトナムだかタイだかで作ってるって。だから、どっかで見るかもね、東京だと。でも、デザイン気に入って、こう、こうやって吊るしを置いたら、こうなるし、つけるときは羽ばたくっていう。いいでしょ？こう、羽ばたく。かっこいいでしょ？つけてるときは羽ばたいてる。で、こう、ネックレス、こう、かけておくやつも買ったから。こうすると、こう、閉じるっていう。高だね。で、バジュラって言って、その仏教のやつつけてもらって、カスタムしてもらった。対応してもらって、チェーン切ってとか、チェーンつけてとか。本当はもっと下の方、この辺につくんだけど、俺がここでつける方が好きだから。うん、タイかな。うん。あ、そうなんだ。国のトレードマークなんだ。これすごいよね。あと、まあ、ブレスレット。こういう爪みたいになってる。ザラザラして。鈴がついてるタイプにしようか迷ったんだけど、すごいいい音がなる鈴だったんだけど、配信中にチリンチリンになってたら嫌だなと思って。ブレスレットと、あとこれね、タカ。フォローありがとう。重くないね。重たくないこのシルバーを。こっちはずっしりしてるけど、こっちはつけ心地いいよ。やっぱ首につけるのは軽量化されてるし、チェーンが太いの。大丈夫。今日は全然ダメだな。花火も全然上がんなかった。もしよかったらアイテムください。ダメだ。ワドさんの首太いから。いや、俺、違う。首はめちゃめちゃ細くて長いの。首長族って呼ばれてたもん。細くて長いの、俺。これはチョーカーにするのが好きなの、俺が。
本当はここまであのカットしてもらって、うん、引っかからないよ、あの外してネックレスですって言えば。バカプレゼントありがとうゴールデンさん、ありがとう。もしよかったらフォローしてね。沖縄の人ゴールデンさんは、うん、これ吸ったら行くから。おー、カイホありがとう。カイホいい子。いい子。カイホありがとう。花火ありがとうね。あ、沖縄好きなんだ。いいね。美味しかったよ、牛汁。こういうなんか地元の人が愛してるお店は、やっぱ、外れはない。なんかね、やっぱ観光のところはまずい店と当たり外れが多いから。地元民の人が美味しいっていうところは間違いないですよ。うん。ナミニアもありがとう、花火。ありがとね。青森も飲んだし。残波が定番なんですか、こっちは。青森は。なんか残波の白と黒飲んでみたんですよ。美味しかったです。すいません、お会計お願いします。はい、うん、すいません、突然押しかけて。はい。いや、ウーロン茶も頼んでます。1200円ですよね。はい。うん。ハートありがとうね、ナミニア。うん、領収書ってありますか？あります。あ、じゃあお願いします。うん、北朝鮮大丈夫かな。お前平和の輪に道で、あ、名前のところ、はい、輪に道で和道で。ともさんありがとう、風船アイテムありがとう。はい、和道です。ありがとうございます。はい。あ、はい、ありがとうございます。美味しかったです。ありがとうございます。よし。じゃあ、旅立とうか。国際通りに。すいません、ライターありがとうございます。そうなんですよ、もう10キロぐらいあって、重たいんです。バッテリーだけで5キロがあるんですよ。もう電池がなくなっちゃうとダメなんで。あー、失敗した。ちょっとみんな待ってて。よいしょ。あー、やばいよ。大丈夫です。ごちそうさまでーす。ありがとうございました。はい。ん？タクシー？あ、まあ歩い、あ、あ、来た。はい、ちょうど。大丈夫です。ありがとうございます。ごちそうさまでーす。ありがとうね、解放。よしよし。じゃあみんなお疲れ。今日はホテルに戻って寝ます。お疲れでーす。
すいません、お願いします。ちょっと待ってください。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。